ここがアルカンレディア。なかなか楽しそうな街じゃない。楽しいか、そう思っていた時期が俺にもありました。メグミンが来るのを拒否するから、どんな街かと思ったら、なかなか素敵なところじゃないか。あいつはどうやら前回この街で植え付けられたトラウマを未だに引きずっているようだ。アクアさんに馴染みのある街なんですよね。アクアさんも来れればよかったんですけど。そんなことはない。あいつがいると厄介だからな。アクアをわざと置いてきた。アクアやメグミンの分まで私が働こう。公演中の警備でも物販の手伝いでも何でも言ってくれ。ダクネス、頼もしいが、ひとまずエリス教のお守りを見えないところにしまうんだ。断る。また子供に石を投げられるぞ。望むところだ。町に入ってからそわそわしていると思ったらそういうことか。いいから島へ。物販の邪魔になるだろう。火力者坊。この後は物販を行いますので、興味のある方はぜひとも。私たちの写真やタオル買ってちょうだいね。今日はご来場いただき誠にありがとうございました。少し残念だが、アルカンレディアの公演もつつがなく終わりそうだな。いや、最後まで油断は禁物だ。なんて言ったってここはアルカンレディアだからな。いや、素晴らしい踊りと歌でしたよ。アクセルハーツさんって言いましたっけ。本当に可愛いね。今まで見た女性の中で最高の可愛さだよ。可愛い。この町の人はなかなか見る目があるじゃない。でも少し肌が荒れてるね。そうだ、この石鹸をあげるよ。この石鹸で肌を洗ったらもっと可愛くなれると思うよ。あー、やっぱりおいでなすった。そんな、もらうだなんて悪いですよ。いいからいいから、ファンからのプレゼントってことで。ここだけの話、この石鹸食べても平気なんだよ。はいはい、プレゼントは後でまとめて渡しますから、こちらの金髪の女性にまとめて渡してください。こちらの女性、もしかしてエリス教徒か。そうだ、プレゼントは私に。エリス教徒に大事なプレゼントを預けられるか。なんという無別の視線と言葉。だからエリス教のお守りはしまっておけと言っただろ。今からでも遅くないぞ。断る。今からこんなんで物販は大丈夫か。はいはい、注目、エーリカちゃんの写真握手券付きで販売してるわよ。タオルと写真ですね。ありがとうございます。僕の分まで買ってくださって応援ありがとう。握手会は物販の後だ。もう少し待ってくれ。列は2列で、握手券付きの商品はこちらになります。エリス教徒の言うことなんかに従う筋合いはない。真面目に手伝いをしているだけでこの仕打ち、たまらん。ちょっと不安は残るが、まあまあ盛況だな。グッズの開発が間に合って本当に良かった。これなら黒字になりそうだ。やっぱり握手券付きが人気だし、もっと握手券をつければ売り上げも倍増。いけるぞ。リアさんの歌聞いててすっごく癒されました。アクア様の清らかさに勝るとも劣らない澄んだ声ね。ありがとう。少し照れるな。私はね、エリカちゃんのファンになったの。キラキラしててすっごく可愛かった。あら、よくわかってるじゃない。写真を一枚サービスでつけてあげるわ。ねえねえ、握手券付きの商品とそうじゃない商品って何が違うの？握手券付きの商品を買うと、
この後にやる握手会に参加できるんだよ。握手できるの？私も参加したい。ダメよ、握手会に参加する時間も握手券付きの商品を買う余裕もないんだから。別にこの場で握手くらいしても。ううん、いいの、みんな買ってるんだし。買ってないのに私だけ握手してもらうなんて悪いもん。でも代わりに、ヘイリカちゃん、サインもらってもいい？色紙がないからこの紙にお願いしたいんだけど。もちろんよ、サーペンを。騙されるんじゃねえ！それは握手業の入信書だ！このスバ！怖かったよ。もう少しで入信しちゃいそうだったよ。エーリカを一人にしたらうっかり入信しちまいそうだ。ダクネスに剥がし役としてついててもらうか。ああ、ただでさえ握手会にはまだ問題があるってのに。問題？あるだろう、大きいやつが。シエロ、おい、握手。いやー！ぐっ！まさか顔面に見せかけてボディとは。さすがに避けきれなかったぜ。だが、やっぱりシエロの男性恐怖症は治ってないようだな。手袋でもすれば握手しても平気だったりしないか？50枚ならなんとか。手袋というかグローブだが、この際仕方がない、利益最優先だ。50枚つけて握手をするんだ。当日は何かあったら頼むぞ、ダクネス。あれ、そういえばダクネスは？えい、えい、このエリス教徒め。あう、やめろ。アクシズ教の子供に石を投げられてるわね。大丈夫か、ダクネス。問題ない、むしろ本当にいい街だな、ここは。私はしばらく滞在していくことにする。このポンコツめ、勝手にしろ。剥がし役はもう俺だけでやるしかない。おお、ミヤちゃん、何を見てるの？都会の人たちはなまら元気だなと思って。やっぱいっぱい肉を食ってるからかな。お腹が空いてるのね。この野菜が売れたらご飯にするから、もう少しだけ頑張りましょう、ミヤちゃん。わかった、ミーア、ケッポル。これはなんという可憐さだ。確かに千年に一人、いや、一万年に一人の逸材だ。ダニエル様に報告せねば。アクセルハーツのショー、すごかったね。次はオートでやるらしいよ。口惜しい。俺にもう少し貯金があれば、彼女らを追っかけてオートまで行ったものを。次はオートか。オートともなれば今までよりも大規模な公演になることは間違いない。これは見逃せん。